ちょっと待って。あれ？あ、ここだ。よいしょ。ちょっといろいろとバタバタしてるね。こんにちは。なるほど。なるほどやべ。それでは月刊エンタメさんでいただいたお弁当残りを食べたいと思います。やばい、マジ背中が昨日の公園で壊してしまいまして、痛すぎます。撮影お疲れ様でした。ありがとうございます。そう、月刊エンタメさんに乗りますのでゲットしてください。いただきマリンちゃん。そうです。あ、背中痛い、どうしよう。絶対寒かったでしょ。え、めっちゃ寒いし、やばい、寒いし、まあ、背中痛いのはなんか忘れてたんだけど、帰ってきたら痛くなっちゃったけど、あ、治ったかもとか思ったけど全然治ってなかった。しかも腰とか反るから死ぬかと思った。さらに絶対背中を痛めましたね。でもちょっと面白いんだよね、今回の撮影楽しみにしてて。テーマとかあった？そう、あった。テーマとかは出しないのもあるけど、一個ちょっと面白い。インタビュー記事気になる。あ、でも今回は写真重視だったと思う。インタビューじゃなくて。写真多めだと思う。でもこれ、このまま帰って、撮影の最後のショットのまま帰ってきたので、これ、この髪型が見れるかも。何食べてる？オムライス。うん。楽しみ。メイクもそのまま、うん。ちょっと3時間くらい寝てたけど。今起きた。さっき。エンタメさんのグラビアは小悪魔研究生を思い出す。あれだよね。同じ撮影場所同じだから。エモエモエモだったよね。目元ナチュラル。そう、アイラインがなんかない。ツイッターもその髪型かな。あ、そう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 、違うショットの髪型。唇の色薄め。これ自分でオレンジ塗ったけど、もっと薄いと思う。あ、皆さん、すき焼きのギフトお願いします。イベント参加中です。なんか作
き焼きを食べれるってやつ。忘れてた、忘れないで。ほら、すき焼きって書いてるじゃん、上に。忘れないで、みんな。すき焼きを目指して頑張ろうや。みんな投げてないんだもん。多分結構忘れ去られてるイベントですよね、これ。あと十何万ポイントらしい。いい肉の日にあげるよ。最終日ですね、確か29日までやったらしいので、うん。体大丈夫ですか？やばい。背中が。今年もワイの家でマリンシスケーキパーティーする。いいな。ミラコに焼肉パーティーするから家行かせてって言われた。それか鍋パーティーするから鍋と材料買ってくから家掃除してって言われた。12月24、24時間。うん、何やるんだろう。何するんですか？イブだ？イブ？24ってイブなの？24から25だからイブとクリスマス。え？クリスマスって11月？ん？あ、12月24か。セイントセイヤ、あ、じゃセイントセイヤー、なんとかのなんとか、セイントセイヤーって言ったでしょ。知ってるよ。中身は知らないけど、なんか尖ってるやつ、なんかロボット。なんか遊戯王みたいなやつですよね。なんか似てるみたいな。つまりイブとクリスマスどっちもネット越しに一緒に過ごせるってことですか？そうです。クリボッチの皆さん、私たちがいますっていうことです。わかりましたか？まあ、クリボッチじゃなくても
一緒に見てください、誰かと。おたともで24時間見たらいいんだよ。そしたら自分の推しメン出たらさ、ほら来るよ来るよとか言って見たらいい。ぼっちではないけどケーキ用意します。クリスマスは、あ、そっか、クリスマスケーキってあるもんね。クリスマス欲しい、プレゼントください。みんなクリスマスプレ…あ、親いるわ、イエーイ、親にプレゼントちょうだいって言っちゃおうっと。かわいそう、なんかせっかく来てるのに24時間家に24時間過ごせない日があるの、かわいそう親かわいそうじゃない？ってことは年越しの年末はないってことですか？年越しの24時間はないの？そういうことですか？まだサンタ来るんだ。来ません、親が来る。なんか悪いですね。1月1日は元旦公演ね、あるのかな、わかんないけど。もうそろ生誕の話ね、生誕いつなんだろうね。生誕ティーの案内は来てます。あ、昨日もみんなで話したんだよね、生誕ティーの色決めしたんです。昨日配信来れた方は知ってると思うんですけど、でもデザインはちょっとまだ確定してきてないですね。昨日で生誕までレオパ見納めかな、生誕のためにね温存するんですね。今のところはマリン色のその初期の生誕ティーのマリン色にプリントは白でいこうかなと思います。で、そう、デザインを自分で考えるか、マリペンちゃんの新作欲しいなって思ったりもするけど、わかんない。自分で考えるとしたらマリペンちゃん新作は難しいと思うけど、そうそう、マリペンちゃんの別のやつをお願いするのありだなって思ってる。そうだとしたらどういうマリペンがいいとかありますか？いや無理かもしれないからね、みんな期待しないでほしいんだけど、どういうマリペンの動きが欲しいかな。
でも今回はワンポイントかここら辺にしようかなみたいな。ワンポイントかわいい、ワンポイントデカめとかかわいいかなと思って。ね、想像だけどね。で、想像ではマリペンちゃんとダイヤと指輪を入れたくて、そう、わかんないけど想像だよ、全然違うかもしれないからね。そうそう、でちょっとブルーハムハムに影響されてマリペンちゃんがヘッドホンしたら可愛いかなみたいな思ってありました。そう、でも分かんないな、ちょっとヘッドホンさせちゃうかなみたいな思ってありました。あ、サングラスもいいね。サングラスとヘッドホンどっちがいいんだろう。いやでも全然無理かもしれないからね、全く無理な可能性もあるから、ちょっと想像だけで話そうね。かわいいよね。ちょっと今年のマリンを表す生誕っていう、まあ、作りたいじゃないですか、やっぱり。だって最初はやっぱり自分の印象としてそのマリペンギンが好きっていうのと、自分 の, じゃあの自己紹介がじゃんけんっていうのとか、忍者要素で忍者って呼ばれたりしてたから、あの手裏剣とか混ぜたじゃないですか。で去年は成人式とかの衣装を自分にまとったり、ハーフツインがお気に入りだったからハーフツインにしたりとかで、やっぱりマリペンちゃん持っててとか、そういう感じだったから、今年はちょっとブルーハムハムそこでブルーハムハム出てくるかよみたいな。で今年はダイヤ指輪系を入れたいなと思ったり、今年ブルーハムハムとやっぱりダイヤと指輪入れたい、ヘッドホン なんかしたい、してあげたいね。マリペンちゃんのちょっと違うのを出したいよね、理想はね。全然できないかもしれないから、あーレオパージュの宝石っていう感じもあるね。うんうん、そういうのもかけれるね。うんうん、なんかドット絵が好きなんですけど、ドット絵風も可愛いなって思ったりもする。うん、ドット絵風も可愛いし、なんかあとはちょっとなんか、いやわかん、なんかハッカーっぽい感じも好きなんですよ。なんかシャンシャンみたいな、なんて言うんですか、難しい、なんてあれなんて言うんだろうね、なんかさ
わかる？数字ドルルルルみたいな。なんかフワンってやったらフワンって出てくるみたいな。なんて言ったらいいんだろう。なんかさ、なんかこういう丸丸丸みたいな。なんて言うんだろうね。でなんかデジタルっていうの、わかんない、難しいけど、サイバーっていうの、なんかさ、想像くっつくけどなんて言えばいいかわかんない。それな、なんか難しいよね、ちょっと難しいですね。なんか難しい。円周率バーとか、それじゃないんだけど、それじゃないんだけども、なんか難しい。なんか暗闇でなんかライト、ブルーのライトの部屋にいるみたいな。そう、なんかさ、いるじゃん、猫、猫耳のさ、ヘッドホンとかしててさ、青く光ってる人とかいるじゃん。なんかわかるかな。デジタルサイバーっていうのかも。なんかこういうさ、難しい。こういうのも好きなんだよね。なんてこれにはサイバースルースハッカーメモリーって書いてある。天才ハッカーは脳とサーバーをリンクさせみたいな、そういう感じ。ちょっとわかんないです。やりたいのがいっぱい。そう、あ寝りすぎた。え、やばっていうか思ったんだけど、 NMB のナンバット遠隔操作にしたくない？提案しようかな。絶対なんかさ、自分でさ、これ色変えて頑張るよりさ、遠隔操作の方がめっちゃ綺麗だよ。絶対投入した方がいいと思う。なんか入場するときにペンライトをこうかざす、もうかざすだけでもうなんか自分の席の光り方がもう組み込まれてるの。なんか分からんけど、そしたらもう勝手に色変わるし、なんか隣の人と絶対色かぶんないようになったり、なんか全員統一するときとかも勝手に全員バーンって変わったり、なんか列ごとにしましまにできたりとか、プログラミングされてんじゃん。
高いのかな。お大きいライブの時にやりたい。あのあれだよ、大阪城とかだよ。今の運営にそんな予算ないと思う。あ、そう、やっぱり大きいアーティストさんもっともっと大きくないとダメってこと。悔しいっすね。もっともっとドーム規模じゃないと無理ってこと。じゃあドーム行けば、京セラに行けたらできるってことですか。なるほどね。うん。なるほどね。それでは。夜ご飯を食べました。明日はお仕事がありますし、スペシャルゲ配信するしないと思うけど、スペシャルゲストが家に来るので掃除をしなくちゃいけません。あ、ラジオを送ってください。明日ラジオがあるのでメールお願いします。はい、全然スペシャルじゃないかも。てか言うか分からんしな。モバメでは言うと思うけど、あざとい女の子の話いっぱいあるから送りたいけど、マリンの時にやるんかなって言ったら、送ってみたら、あれは二人宛てに送るの？いや別に二人じゃなくてもマリン宛てに送れば二人で読むんじゃないかな。三人か。いや、ミラコじゃないです、スペシャルゲストは。月曜日のゲストに呼んでいただいたので、皆さんすき焼き忘れてませんか。皆さんすき焼き忘れてませんか。パーソナリティまだ誰か分かってないもんね。マリンは分かってる。マリンは分かってますよ。うんうん、いつからアジコにも出てほしいと密かに思ってる。マリンもずっと出たいと思ってる。ドラさんかロックやろうけど誰かな。まあ確かにドラさんかロックではある。ロック死ぬ、ロッキーではある。たくさんお食べ、はい、食べます。なぎチャンネルにも出演お願いします。え、したいんだけど全然なんか遭遇しない。なんかレッスン所の
レッスン所にいるメンバーに聞いてみましたみたいな YouTube も、え、全然知らなかった、全然、え、マリンも聞かれたかったみたいな。タイミング悪い女ですね、マリン。撮影してたのも知らなかった。参加したかった。映りたい。全然被らなくて。藤崎マーケットさんが勝負マリン名前かっこいいって極め自身でした。マジ嬉しい。マリンちゃんがくの一だから隠れてるのかと。まあ角人目の当たらないとこには座ってるかな。すき焼き来た、お、ありがとうございます。すき焼き、すき焼きありがとう、嬉しい。今日かわいいマリンちゃんなので、お名前書きの時とか漏れそう。そしてメモ帳はあるけどノートがないっていう。え、聞いて、かわいいマスク買ったんです。ほらこれの黒も買った、グレーかな。ほらかわいくない？不織布なんだけど、こう星がこう練り込まれててめっちゃ可愛いんですよ。だからおしゃれ、映えるかなみたいな。女の子はぜひ買ってみてねみたいな感じなんですよね。ノートないわ、どこ行ったべか。星がいいね。ね、いろんな色があるんだよね。え？ちょっとメモ帳ちょっと待ってて。どれ？メモ帳あった、いました、いました。よいしょ。書いちゃうよ、ギフト。ルカちゃん、ルーカー。男の子でもマスクしていいっすか？え、全然してほしい。なんかいろんな色あるから、色っていうかデザインがあるから、なんか変な絵描いちゃった、間違って。サイズ合わなそう。あー、どうだろう。え、サイズない、サイズとかないのかな、わからん。よいしょ。はい、ルカちゃん、すき焼きありがとう。パチ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 、そろそろネイル変えないとガタガタでやばい。ありがとうございます。ありがとう。
パチ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 。ありがとうございます。お、前髪が薄い。いえ、女だね。すき焼きありがとうございます。あ、皆さんチャレンジのところからギフトがもらえるらしいですよ。わしもタワー建てようかな。すき焼きですか。すき焼き待ってます。あと何ポイント。え、見れないんですよ。どこで見れるんだろう。見れなくない？ぜひ見れる方は教えてください。なんかファンの方がいつもツイートしてくれてる。どこで見てるんだろう。国産牛まで146,766ポイントだって。え、結構長い道のりじゃないこれ。いけるの？結構長くない？それ結構むずくない？それまあ頑張りましょう。できるときに。いい肉の日をお楽しみに。いい肉の日なんかあるかな。見てみようと。見てみますね。大丈夫そう。じゃあ29日に本気を出せばいいってことかな。勝負家のすき焼きはどんなのですか。まずお肉を焼く派で、だしで肉を煮る派。え、わかんない。わかんない。だしで肉を煮る派かな。定期的にするのが楽。そうだから、できるときはちゃんと配信をしてみたいと思います。だから配信したときに皆さんポイントをくださると嬉しい。てか今日のファンデーションめっちゃなんかよかった。よかった。すごいいい
カバー力があったし、なんかベタつき感がなかった。なんか星は意味ないらしい、これ。なんこのなんか確かエスポアみたいな、エスポアあーみたいな感じさ。なんだエスポアっていうの、わかんない、エスポみたいな。やつのクッション版でを使ってましたよ。いい感じだよね。なんかこれは普通になんか寝てたからテカってるだけだけど、エスプリーク、エスプリークっていうの、ちょっとわかんないです。エスプだけ。エスポ、エスポはエスポ、エスポエスポワールですね。エスポワ、エスポワです。エスポワです。合ってた合ってた。エスポワのオークションなんでが良かった。黒いやつめっちゃ良かったよ。なんかこうプチ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 って感じじゃなくて、なんか置いた分つくって感じで、なんかすごかった。良さげです。ポリポリ。みんなどうやってお掃除する気を出すんだろう。絶対動きたくない、背中痛いんだもん。やばいよマジで。マリン寝起きって顔してる。メイクが薄いからじゃないかな。背中マジで大丈夫。え、やばいよ。なんかここさ、腰じゃなくてなんか背中。そういう時は掃除しない。だって明日なんかスペシャルゲストが来るんだもん。首はなんともないの。あ、首はなんともないんだけど、今日ミラコとの撮影で首を やりました。マジ死ぬかと思った。でも今は大丈夫。痛いなら後日にした方が。だって明日来るんだもんゲストが。まあでも夜だから大丈夫だね。ちゃんと見てもらったら。誰来るか気になりすぎる。え、今大阪にいるアイドルじゃないですか多分。絶対それはそうすぎて死ぬ。それはそうでしかなかった。ちなみにすき焼きタワー来てます。お、誰だろう誰だろう。お、サインタンだ。書きます。サインタン。おお、そうですそうです、それです、それとか言うなって。
あれです。愛嬌モンスターです。この世に降り立つ愛嬌モンスターです。はい、サインターン、すき焼きありがとうございます。すき焼きありがとうってなんだろうって感じだよね。じゃん、ありがとうございます。マリン推しになってるのかな。そうですよ、マリン推しになってきてますよ。もうすき焼き投げたらマリン推しですよね、これは。皆さん、すき焼きを投げちゃったらもうマリン推し認定ですよ、これは。ありがとうございます。卵しか投げてない。卵もマリン推しですよ。溶き卵しか勝たん、わかる。マリンも卵派ですよ。皮膚科行こうと絶対に。いやでも治りそうな気がするんだよね。自分でも治せる気がしてきたんだよ。今日もマリンちゃんが可愛すぎて泣きそうです。泣いちゃって。すき焼き卵割るときがピークってことない？卵にお肉絡めてピーク、絡めたらピーク。催眠術で治るんちゃう？え、見ましたか皆さん、 YNN催眠術かけられたいの回。え、みんな見ましたか？感想を教えてよ皆さん。見た？マジでどうしようかと思った。キュウリパーティー見たらそれはかからんすよ、死ぬ。いや、だって絶対に嘘つかないでくださいって言われたから。いや絶対にもしかかってなくても、かかってない、かかってる演技しなくていいですって言われたから、わかりましたって言って、
ったら本当にかかんなくて、にあの人参も、人参食べたんですけど、あの人参もあのコンビニにあるスティックのスティックの野菜あるじゃないですか、スティックの人参は別に食べれるんですよ野菜スティックの人参は食べれるんですよ、別に食べ残してるだけで、食べようと思えば。そうそうそう、だから本当にスーパーでに売ってるようなこういうガチの人参を出してほしかったんですけど、野菜スティックは食べれるなと思って、人参の催眠術はかかってない、かかってない、かかってないです。野菜スティックは別に息止めれば食べれるんですよ。そうそう、だからどうしよう、どうしよう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 と思って、どうしようと思ってそう、普通に食べれたっていう。でもなんか、いや美味しくはないよ、全然美味しくない、全然美味しくはなかったけど別に食べれる。一回食べた時無理そうな顔してたじゃん。いや無理だよ、無理無理、全然無理、めっちゃ無理、人参めっちゃ無理だよ。そうでも平気なふりをしようと思えばできるみたいな。でも食べれる、もうなんか、ま、みんな、ま、周りがさ、かかる、かかるっていうか、マリンよりはかか、マリンよりはかかるからさ、ちょっとびっくりして、だからマリンは逆にかかんな、かかんないっていうのを見せられてよかったかなみたいな感じ。いやいや、でもやっぱりその催眠術かけるときも先生言ってたと思うけど、あの思い込みと信じる気持ちが大事って言ってたから、だからそう思えばそうなるんじゃないみたいな。だってえ、わかんない、本当にわかんないけどさ、こうやってやってさ離れませんって言われたらさ、別に離さなくていいって思えば離れなくない？ほら別に話さなくていいって言われたら別に離れないと思うんですよ。に風船のやつ目閉じてやってたら自分もかかった気がして怖かった。え、でもさ、あれさ、目つぶったら自分の手どこにあるかわかんないから勝手に広がっちゃうじゃない、広がっちゃうくないとか思ってた。だからえ、そうギュって握ってると筋肉が硬直して離れにくくなる。え、そうだから催眠術なのこれと思って、なんかえ、これずっとさ、なんかこうやってやってたらなんかさ重くなるみたいなやつだったじゃないですか。あれもさ、ずっと伸ばしてたらさ筋肉さ疲れてさ、え、下がっちゃうくないとか思ってさ、え、どっちどっちどっち、わかんないみたいになってた。マリンは催眠術かからないタイプだったから、そう、自分がかからないタイプだったからそう思っちゃって、そう、わかんない、え、腕疲れたら腕下がるくないとか思って、そんなこと考えてるからなおさらかかりにくいんやろ。そう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 、だからそういうのを思わない子が多分かかるんだと思う。
そうだから心理です、心理心理。だってマリーも大学でそういうの気になるから心理学取ってたもん授業。ピュアピュアマリンちゃんの子、え、人間不信のピュアピュアマリンちゃんですよ。そう、心理学取るのむずいらしいよね。それそれそれな。ミラコは、なんでミラコはかからなかったんだろう。ミラコおもろかったよね。ミラコ絶対かかると思ったのにね。めっちゃおもろかった。マリンちゃん一周回って素直でピュアだと思ったの。素直、そうです、素直でピュアだよ。素直すぎてたまに場を凍らせるけど。素直すぎて場を凍らせますよ。え、それ言っちゃダメじゃないみたいなこと言っちゃうみたい。でもカメラの前じゃなかなか集中できなそう。え、そうらしいね。カメラの前とかだとやっぱり違う自分がいるから、見栄を張ってる自分みたいのがいるからかからない時もありますみたいに言われた。え、やばい、ちょっと待って、やばい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 、違う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 んだ。え、なんか広告入っちゃった、ごめんなさい。ということで終わりましょうか。場によっては砂を隠してそう。ああ、確かに場を、え、視野ちゃんと変えれますよ、考えられますよ。言っちゃいいこと悪いこと。それではランキングを読みましょう。なんやかんやたくさん話してしまいました。ではいきます。13位ルート3、12位マイル太郎さん、11位アントニオさん、10位ハクさん、9位ヤスイさん、8位マオさん、7位リキさん、6位ダヨシさん、5位ナナカさん、4位ワイチさん、マリン国民だって、3位レイダーさん、2位サインタン、1位ルカちゃん、ありがとうございます。それではまたやりますので、すき焼きギフト貯めといてください。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。